小林さん、いつもはしっかりした人間と感じるから、こんな弱った姿を見るのは初めてだ。大丈夫ですよね。流行り病で滅んだ村を知っている。滅びゆく国も見たことがある。大丈夫ですよね。大切なものが壊れ物であってほしくない。でも壊れないものなんてない。特に私は何でも壊せるからこそそう思う。よし。ただいま。カンナ、小林さんを見ていてください。不死の薬はあるけど、小林さんはそういうのが嫌いだ。だったらせめて病だけを治す薬を探さねば。かえって大変かもしれない。だけどやる。大切な小林さんが待っているのだ。いやー、ぐっすり寝ると治っちゃうもんだね。小林、大丈夫？もう一回薬飲んで寝ちゃえば大丈夫だよ。よかったな。お、トールは？トール？どうしたの？くたびれてるじゃない。いえ、いろいろ回ってまして。え、それって？よく効く薬を見つけたんですよ。大丈夫なの？また変なのでも入ってるんじゃ。もらうね。うん、聞いた。本当ですか？うん、すごいよこれ。いやー、よかったです。実際聞いたかどうかはわからないけれど、そんな顔されたら何入ってても聞いたって言うよ。